チャンネル始まるよ。これからですね、この飲みのですね、刃物研ぎをやっていこうと思います。まず飲みはですね、裏側とこの表がしのぎ面と言われるところですね、2つを研ぐことになるんですけども、基本的にこの裏側が飲みは大切になります。はい、でこの飲みの裏側をいかに平らにするかで飲みの使い方がうまくできるか決まってきますの で、基本的にこの飲みの裏側というのはこの金板で研ぐだけで、あとはこの中刀ではですね、あまり研ぎません。研ぐとですね、この裏がガタガタになるので、この裏を平らに保ちたい場合はこの金板でしっかりと裏を処理して平らをキープしていくという形になります。はい、ではですね、まず裏押しからやっていきたいと思います。はい、まずこの刃の裏側を金板に当てて、で刃先に力を10、割合で言ったら10と、こっちは0です。でこっちを持ってるだけですね。でこのままこういうふうに押していきます。で刃先を10で、こっち0なので、ただこの手はですね、こうサポートするぐらい、このまま押していくとこういう風になっていくので、これを戻すためのサポートするためにあるような上下、この上下だけですね。押さえるのはこの刃先の部分だけですね。じゃあやっていきます。今ここだけ押さえてるので乾いてきましたよね。でこれが全体的に乾いてきたら10ゼロで抑えれてないっていうことなので、抑え方をきちっとしてもらうような形で、これがですね、裏押ししてても乾いてこない場合はあまり抑えれてないので力が足りてないということになります。はい、今でだいたいこういう感じですかね、刃が。で裏押しがだいたい全体的に当たってるとこっち側に刃が入りが出ますんで、ここに刃が入りが出てれば基本的には OK という形になりますかね。はい、今裏が終わりましたので、次表側のここの部分ですね、このしのぎの部分を研いでいきたいと思います。仕上げ砥石を、直した部分からですね、直した、砥石から使っていきたいと思います。はい、まずですね、持ち方なんですけども、利き手の手で持っていただいて、この面を研ぐわけですから、この面をの反対側ですね、人差し指で持っていただいて、で反対側の手はこれに添えるという形ですかね。こういう形で持ちます。この研ぐ面の裏側に人差し指が来るようにこういうふうに持っていただいて、で反対側をその裏で押さえるという形ですかね。はい、で、まずはじめにこうピタッとこうつけてですね、ピタッと平らな面があるので、それをつけてまず押していくだけ。はい、でこのまま真上に上げて終わり。はい、でまたちょっと横にずらしてピタッと置いて、こういうふうに研ぐ、押し研ぎっていうのからまず始めます。これで平らに研げるようになれば、これのようにこう往復に研いだりしますけども、まずは初めはこの押し研ぎで平らにできるかどうかというところがポイントになります。だいたい1ヶ月ぐらい押し研ぎすると、この平らに押し研ぎだけで研げるようになるので、次のステップですね、この引きながらいい手をしてっていう研ぎ方に移っていくというふうな形になります。ピタッと、ここでピタッとしてまっすぐ送っていく、で止まって離す。はい、ピタッとなるとこ探して、でまっすぐ押す、でそのまま上げるですね。はい、ピタッとなるとこ探してまっすぐ押して、で押す。まあこういった形ですね。で、これでですね、刃物の面がまあこういう形に研げれば OK ですかね。ここが平らに研げて、かつですね、反対側にこのこういうふうに触るとバリがちょっと出てますんで、あんまり出すぎても良くないので、ある程度バリが出たら仕上げに移っていっても OK という形ですかね。あとはちょっとこの刃先の白い感じとか
まあ、そういうのもですね、まあ、これ、ね、実際に研ぎながらハーモニーを使いながらちょっとまあどういう風になったらどうなるかっていうのを、ジャッジしていくような形になりますかね。はい、じゃあちょっと研いでいきたいと思います。はい、OK です。ではですね、先ほど中戸で、中戸が研ぎ終わったらですね、ここの反対側にバリが出てるので、このバリをまず仕上げ砥石でこのように研い、あの裏側をこう研いでですね、まあ、2、3回ぐらい軽く研げばここのバリがもう取れますので、そしたらですね、ここの仕上げ砥石で同じようにまだ研いでいけます。で、仕上げ砥石はあまり力入れずに優しく研ぐような形ですかね。はい、でまだ押し研ぎの人は同じようにこうやって押しといて研いでいくと、こういう形ですかね。はい、で1ヶ月して平らに研げるようになれば同じようにこのように研いでいくと。はい、で基本的に表を研いでいくような形になります。はい、こういう形で刃先を意識しながら研いでいきます。であんまり力入れすぎるとこの仕上げのトノコが固まっちゃいますので、固まらない程度にですね、優しく研いでいきます。はい、である程度研げたなと思ったら、反対側、この裏側ですね、裏側を軽くとく、あんまりこれも力入れないのでね。はい、でバリを取って、でこれをもう何回もやると。はい、まあ、いつまでやるかの目安なんですけども、まあそれは個人によって違うので、どこまで研いだら研げるよう、あの切れるようになるのかを、まあ、使いながらですね、判断していくっていう形になります。はい、まあ基本的にはまあのみなんで、ある程度研げばもう大丈夫なんですけども、はい、まあ今回ちょっと丁寧に研いでみましょうですね。はい、で研ぎ終わった後が、大体こんな感じですかね。はい、こんな感じに溶けています。はい、で刃先が切れてるかどうかのジャッジなんですけども、まあ、これ一回こうやって綺麗なタオルで拭いていただいて、ここのあの爪ですね、爪にこうやって引っかかれば、横にこうずらしても引っかかるようであれば食い込んでるので切れているっていう、まあ一つの表示になります。まあ、切れていなければこれがこう滑りますので、まあ、そういったものとか、あと髪の毛を使ってこう切ったりとかですね、あとはまあ髪とかこれで切ると大体の切れ味は分かります。はい、でこれで飲みは終わりなんですけども、また終わったらこの砥石をまた綺麗に、平らに直して終わりという形になります。はい、はい、お疲れ様でした。刃物研ぎのですねレクチャーの方ですね、いかがだったでしょうか。まずはですね、のみの刃物研ぎのレクチャーをさせていただきました。またですね、カンナの刃物研ぎのレクチャーの方もしたいと思ってますので、またご要望がありましたら、お願いします。今日はありがとうございました。はい。